はい、ケントです。今日の動画は、芋から健康食品を作ろうっていう企画の動画です。1ヶ月ぐらい前にちょっと某農家から、芋と、土地とかそういうのを借りて、10月か9月ぐらいに芋収穫して、そこから、欲しい芋でも作ろうかなと今考えております。そんな感じで、ちょっと最近種芋から芽が出てきたので、どんな感じかちょっとお見せします。今こんな感じで芽が出てます。これがちょっと成長してつるが、ある程度大きく伸びたら、つる切ってちょっと土に植えようかと思います。その時になったらまた動画撮ろうかなって考えております。ちょっと動画だと分かりにくいこともあるので、ちょっと写真撮ってインスタでも載っけて、ちょっと分かりやすくしようかなって思ってます。こんな感じで順調に育っているので、なんとかなるかなとは思うんですけど、失敗して芋がならなかったら、もう農家から直接芋買って、干し芋とか、そういうものを動画で撮ろうかなって思います。今回の動画はこんな感じです。次回の動画楽しみにしてください。気になった方はチャンネル登録、インスタグラムの登録よろしくお願いします。